パンの缶詰に関連してさらにパン秋元さんの名前を知らしめるきっかけとなった旧館長プロジェクトというプロジェクトが2009年にスタートされるという、はい、されたということなんですが、はい、ぜひその仕組みから何なのこのプロジェクトは何なのかというところからぜひ教えていただけますでしょうか。はい、私はパン屋の長男で生まれてますから、パンはもう生まれた時からあるわけですね、はい、で若かりし頃っていうか学生時代に私はアメリカ人宣教師の元に4年間いたんですね、まあ、東京ですけども、いや東京の、はい、それで あちこちこう連れて行ってもらう、まあ、連れて行かれたというか、もちろんアメリカも行きましたし、その後にそのインドとかネパールとかフィリピンとか行って、その今日の食事もない子たちを見ちゃうんですよ、まあ、見せられたっていうか、はい、食事がなくて痩せ細ってもうお腹ペコペコ、片や私は日本に帰ってくればパン屋の息子ですからね、パンはもう捨てるほどあるっていうか、まあ、今日焼いたパン、余ったもの、はい、余ったものは、まあ、翌日の朝もこう売れるパンもあるけれども、はい、調理パンなどもその日捨てますからね、そういう、こうギャップをこう、はい、感じるんですね。でそういう中でパンの缶詰が出てきた時に、はい、これをうまく使えないだろうかなと、でその子たちを助けたいな、その普通の街で売ってる、はい、普通のパンだと持っていけないけども、はい、パンの缶詰って、まあ、その数年前にできてたものがありますからね、はい、96年からできてますから、はい、これであれば賞味期限切れる前に全国からうまいこと回収ができれば送れれるよね、それはもう私たちにとっては机上の空論かもしれないけども、はい、頭の中での設計図だと、まあ、そのようにその保存性のあるパンであるから、はい、捨てられる前にこう回収をしようと、回収してタイミングよく送れば届くよねっていう設計図を書くんですよ、はい、世界で困ってる子たちに行き渡るにはどうしたらいいかと、はい、ただ現実問題としてね、はい、例えばこう福岡の人に買っていただいた、それをどうやって集めるの、確かに誰がお金負担して、はい、で誰がこうチェックするの、うん、皆さん非常食用に買うわけですよね、はい、だから片道は私たちがねそのお客さんにこう商品としてそこに送料も含んでこう買っていただくけども、こう回収する費用と、はい、その手続きと、はい、それから今度回収したものをちゃんとした製品で残ってるかということのチェック、はい、それから海外に送る手続き、費用で行ったとしても今度はその被災者とか子どもたちにちゃんと食われるのは誰がどうやってやるのっていうとですね、設計図はできたけども誰がやるの、誰がお金負担をするのっていうとですね、もうみんなあこれもダメあれもダメやっぱ難しいよねっていうことでですね諦めかけるんですね。なるほど、お客様に売ったものをそれはその賞味期限が切れる直前に回収するということなんですか。はい、今結果的にこう旧館長プロジェクトというのは、まあ余裕を持って集めるんですけども、はい、まあ、当時の設計図としては、はい、その賞味期限切れる前に集めようということだったんですけども、はい、今現実問題としてこう集めて、はい、その海外に送るのにもある程度こう時間が必要ですし、はい、現地に配るまでにその、はい、賞味期限ですからあくまでも美味しく食べれる季節な、うん、期間なんでね、うん、まあ、賞味期限切れてもいいかなと思いながら、それはね日本人としては許せないですね。タイムリーにその送るためにはどうしたらいいかということで、それはこう余裕を持って回収をする。でそれをこう私たちとしては賞味期限今3年のものをですね、2年もしくは2年通過した段階でお客さんにご案内をして、今持ってるものでね国際貢献できますよと、なるほど、それに参加しませんかっていう提案をするんです。企業に対して、企業とか個人もですね、はい、お客さんかなり増えてきましたし、圧倒的に多くは個人なんですけども、はい、まあ、学校それから企業も買ってくれてますんでね、そういうところにこう事前にご案内をして、まあ、応じてくれた人たちからこう回収をするんですけどね、その回収の方法ですね、彼らには負担をかけれないんで、はい、こちらでしなきゃいけないんですけども、はい、それはどうペイさせるんですか。はい、集めるのは物流業者さんですよね、はい、まあ、大和さんとか佐川さんとか、はい、まあ、郵政の、ね、日通とか、有料ならやってくれますよね、当然お金払うから回収してっていうとやってくれるんですけども、
当初私たちはですね、無料もしくは無料に近いのでやりたいっていうことで始めるんですよ、はい、で山本さんも最初はああいいですねって言うんですけど、やはりその有料じゃないと山本さんたちが協力しない、まあ、協力できないんだよって、うん、これを主客転としてですね、大和さんがやりたくなるような理屈をつけちゃえ。当時はね、まだ往復宅急便があまり盛んな時じゃなかったんで、はい、往復宅急便、はい、回収することは秋元のためじゃなくて大和さんのためにもなるんですよ、はい、往復宅急便を使うことに、それはどういうことかというと、秋元のこう商品を買っていただいたお客さんを送ることはもちろん負担をするんですけども、はい、2年後にその2年半後にこう回収するときに次のものを送る、その帰り便を使いましょうと、最後はお客さんとこ行った営業所から行った、帰りは空気運んでますよね、そのスペース、その時に往復便を使おうということで、費用はゼロじゃないけど少しは払うけども、そのビジネスをやりましょうよと一緒に、そしてそれは結果的にね、日本の優しさを世界に届けるのに大和さんが必要なんですよ、なるほど、大和さんがいるからできるんですよって、なるほど、そういう、ね、社会貢献立ち上げをやって社会貢献になるんですよと、はい、でそれをその一番最初は地元のこう、はい、営業所の所長にお話をしたら、面白いと、じゃあ関東の営業所の責任者に、はい、ということでこうお話をしてくれて、で最後は、まあ、親分っていうかね、山本社の OK してじゃあやってみなさいというようなことの経験ありますね。それでじゃあ回収の仕組みができ、はい、でその回収したものを世界に送るときには今度は NGO が絡んでくるんですね、はい、海外のその飢餓地域を支援してる、はい、なるほど、私たちが今手を大きなその2つのルートを持ってるんですけど、1つは日本国際飢餓対策機構という、まあ、これはキリスト教がベースになっているその、はい、NGO なんですけども、はい、それが無償で私たちあげます、はい、じゃあ彼らは手続きを取りながら、格安の費用でその世界に送るルートを持ってるし、で世界にこうその十何カ国にスタッフがいますんでね、タイムリーにこう情報集まってくると同時に彼らが責任を持って配れる、で配ったものをですね、写真データと報告書で送ってくるんですね、それがその今日の明日には来ないですけども、送ったものが、とある期間を経った時、まあ、レポート、それが写真で送ってきたものをデータで送ってきたものを参加した人たちに私たちはこう送り返すんですね、それをこう義援の見えるかって言ってるんですけども、義援の見えるか、はい、皆さんがねこうお金でも寄付をして、だいたいその寄付したら分からないじゃないですか、それをまあ皆さんから回収したものはこういう形でアフリカにまたは災害現場に行ってるんだということを貢献実感として持ってもらう、そういうのはもう継続してできるようになってくるとですね、人気が出てきて、まあ自分のその1缶、まあセットで買えば15缶とか20缶とか、そのセットがそのまま置いておけばゴミになる、でもタイムリーにそのまあ寄付することによってちゃんと社会のためになるんだと、それがこうそのフィードバックされる、でさらに新しいものを届けて、私たちは新しいものをまた買ってもらうという2回商売してるんですよ、なるほど、ですから貢献の仕組みっていうのを回されてるんですね、はい、私たちも商売としてやっていかないと、はい、その男っきでね、その自分たちだけボランティアやろうっていうとですね、続かないですけども、そのやっぱり収益を上げながら、まあ、おかつそこに社会性の色付けをしてこうボランティアをで、お客さんをこう巻き込んでいく、ちゃんと報告するっていうことで、はい、でそれが旧館長プロジェクトのベースですね、なるほど、それが2009年からスタートされて、はい、今何カ国ぐらいにそのパンの缶詰っていうのは子どもたちとかに届いてるんですか、はい、もう20カ国近いですかね、関数でいうと、30万缶以上、30万食以上いってますかね、なるほど、今どんどんどんこう増えてきてますし、今国内でいうとどれぐらい出荷というか関数で出てるんですか、私たちこういう計算してるんですけども、こう一般で小売りしたものは別、はいはい、回収しませんけども、はい、その旧館長プロジェクトっていう名前とセットでこう、はい、お送りしたやつのですね、64% が回収できるってね、仮説を立ててるんですね、はい、それはどういうことかというと、例えば1万食
まあ、販売したとすると、はい、まあ、6400ぐらい返ってくるだろうなっていう仮説を立ててます、うん、でそれどういうことかっていうと、その8割の人が8割の商品こう回収に応じてくれる、はい、まあ、寄付をしてくれるっていう仮説なんですけども、うん、まあ、例えば買っていただいたものをね、はい、全部備蓄だけじゃなくてどんなものかなってこう食べてみたいじゃないですか、はいはい、自分で購入したものですからね、はい、ですので幾分こう食べるものがあるだろうな、それから、まあ、2年後2年半後に回収するというご案内を最初からしてても、はい、でもやっぱりもう持ってたいなっていう人も出てくるんで、うん、はい、そういう意味で8割の人が8割の商品回収に応じてくれるだろうな、うん、ですから 8×8 で64なんですね、で現に今こう売ったもののほぼ 64% 前後でこう回収、はい、ですから10万缶販売をすれば6万4千缶ぐらい、なるほど、回収のルートに乗って戻ってきて、はい、それを世界の子供たちに、はい、配っていると、なるほど、これはもっと今度どん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 増えてきますね、素晴らしい取り組みですね、